始まってんの？始まった。多分来た来た。イエーイ、こんばんは。やっほー、始まりました。イエーイ。コメント見にくい。そう、縦向き、確かに横向き、ごめんなさい。見れる？こんにちは。え、コメント出てみる？お解きしてもらっていいですか？あ、ココナさんが見てくれます。見えます、コメント。やっほー、どうも、はじめまして。ココナが、うん、確かに確かにコメントでかぶっちゃう、うん、もうちょうどここで長いコメントは NG で、2行にしてください。2行できないから、短いコメントで。あー、なんかすごいちょっと、あやすごい、はい、確かに。何で見てる？自分の。一応ね、なんか見れへんのよ。あ、来た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 。横。はい。あ、でも早速来てるで。押し、押す。質問？そう。なんか今日はなんかいっぱい質問みたいなのに答えていきたいなって思ってて。左の下か、これ、うん、はい、まずじゃあ1個目、みんながやってるダイエット方法を教えてください。まあやったことあるとかでもいいんじゃない？あ、なるほどね。うん、今まで、うん、私は何ですか？なんか、うん、あの置き換えダイエットみたいな。え、何それ？その白ご飯を食べないようにするために、うん、キャベツとか間違えた、豆腐とかに置き換える、うん、だから例えばお肉とご飯食べたいやん、うん、じゃなくてお肉とキャベツとか、おー、そう、すごっ、っていう感じ。どっちかを置き換えるってこと？炭水化物を置き換える、うん、みたいな感じ。なるほどね。そう、すごい、やってた。なんかある？イラは、うん、もう単純に食べない。あ、あの短期間、うん、この期間だけ痩せたいって時とかな。そうそうそう、確かに。なんか確かにいいかも。なんやっけな、あとお金を貯めたくて、うん、できるだけ使いたくないから、うん、一気にウィダーゼリーをめっちゃ買って、うん、10個ぐらい、うん、まとめ買い、そう買って冷蔵庫に置いといて、うん、ずっとウィダーゼリーだけ食べてた。すげえ。そしたら、うん、あの顔だけ痩せた。そうなんや。まあちょっと今日は太ったけど。ウィダーゼリーって痩せるんや。なんかあれ、うん、ここは、うん、お鍋にして、うん、なんかもうできるだけ具材も、うん、もう野菜だけにして、あ、白菜とか、うん、椎茸、それをずっとやってました。あ、いい、ね、でも確かに、あ、夜だけ湯豆腐みたいな、うん、いいな、食べたい、ずっとやってる時あった、ね、ヘルシーなので、じゃあ皆さんもやってみてください。あ、ちょっと待って、はい、この質問がさ、真ん中にくるんまよ。どこなんか書かれてる。縦にしてみる。なんで？縦入るかな。絶対中の経由は入らへんね。一回やってみる。無理やって。だから、うん、もっとこっちに寄る。全員が。あ、なるほど。こう、あ、オッケーオッケー。あ、じゃあこれをずらせばいいんじゃん。よし、一緒やろ。あ、そうそうや。あ、いい感じ、いい感じ。あ、いけた。あ、いけた？うん。これでいけてる？いけてる。いいだが。入れたらいける。あ、いい感じじゃない？この間に座って。オッケー。はい。ちょっと待って、ちょっとこっち向けるなって。ちょっと待って。オッケー。何？なんかつぼってんねんけど。あ、固まってる？固まってる。何？うん。変顔で。口が。それは失礼。何がいいですか？聞いてるわ。ここだったら質問で隠れてて見えません。ほんまや。あ、じゃあ、はい。おすすめのリップは、おすすめのリップは今あるやつですか？そう。あ、じゃあ、じゃあここで、今日は何も言ってなかったんですけど、じゃあ急遽メンバーのカバンの中身紹介。え？パチパチしてください。やだ。そう、あの、カバンを持ってきてって頼んだんですけど、それぞれ、じゃあカバンの中身、あ、ついでにじゃあリップとかも紹介しますか。はい、はい、じゃあココナタンから。もうちょっとこっち来ていいの？はい、じゃあ2つのカバンは使
使ってるカバンはお姉ちゃんのなんですよ。あ、そうなの。ちょっとパツって押してくれ。今回。あ、ありがとう。うん、はい。お姉ちゃんの借りてます。おお、かわいい。かわいい。なんかいっぱい入るので、うん、お気に入りです。はい。お、赤リップ。リップ早紹介するの。はい。カバンの紹介。いや、うん、全部。リップは赤リップで、うん、なんか新作の色なんですけど、うん、今度発売のやつか、うん、そう、え、もう、あ、もう発売したんじゃない、26日とかかな、そう、ね、確か、うん、無敵、うん、無敵ってコラッタみたいな、すっごい、イエーイ、テラコッタ、あ、そうや、今なんて言った、コラッタ、テラコッタ、そう、これめっちゃ好き。はい、全部ちゃんと紹介してくださいね。やば。でも全然普通。ポーチ。うんうん。アミュ。アミュ。よ、可愛い。めっちゃ入るよな。うん。帽子。うん、無地です。で、レプシム。わかんない、ちょっとわかんないです。可愛いでも。うん、ウェットティッシュ、すごい、なんかじわってもらったり、大盛り、大盛りとは言わんから、ウェットティッシュ、大事やな、小盛り、カバンの中にウェットティッシュ2つも入ってる、なんかお店のやついっぱい、なんかもらったやつとかを、ほんまに面白いな。はい、まあティッシュですね。はい。何してんのいつも。これ何してんの。今日ね、3人でうどん食べに行ったんですけど、食べる前に消毒するんじゃなくて、お店出て行く時に消毒してる。そんな。歯磨き、はい、大事やな、充電器の、おお、大事、持ち充、これと一緒に、うん、線と一緒にね、ぐちゃぐちゃやわ。財布、おお、どこのですか、ここ、なんかランビンみたいな、ランビン、分からへん、なんかやばからこういるかもしれない、ここの、そう、かわいい、かわいい、フリフリついてる、はい、いいね、はい、ハンドクリームと、うん、メガネと、おお、メガネかわいいよ、たまにかけます、うん、かわいい、マスクです、お、はい、はい、あとはなんか終わり、はい、終わり、かけてください、はい、終わり、かけるの、うん、いやそう、あ、かわいい、かわいいな、でも今日もな、うん、来るときマスクと帽子とこんな、なんか、もう帽子もさ、こんなとこまでかぶって、いつもそうやな、何も見えてない、かわいかったです、でも、正面見えへんけど、正面見えてないの、あかんやん、ぶつかるやん、はい、はい、カバンの紹介でした、でした、はい、かわいい、見えてないけど、はい、じゃあ続いて、はい、アーヤン、アーヤン、はい、あ、私もメイクポーチが入る、うん、縦型のバッグが欲しくて、最近買いました、でもちょっとどこのか分からへん、へえー、めっちゃかわいい、ルクアで見つけた、うん、はい、ルクアのなんかシーミーの横のお店、横にあるお店、ちょっとお店の名前分からん、で帽子、私も、あ、どこのポロ、ポロ、なんかタンプレでもらいました、お、いいね、ポロベージュです、とマスクと、はい、マスク、そんなココナみたいに面白いもん入ってないんやけど、どうしよう、はい、あ、財布、お、かわいい、かわいい、でもこれずっと使ってるから、お姉ちゃんもらったやつやっけ、そう、違う、ずっと使ってるからな、ミヤミヤ、もうなんかちょっとなんか汚い、重いな、小銭がいっぱい入ってるから、はい、で、あと定期、おー、まあ、これもお姉ちゃんのなんか入れ物、ダズリン、おー、カバンかなんかについてきたやつ、かわいいよね、かわいい、そう、なんか、で、私も歯磨き、歯磨き、
プラザのよプラザで買ったかわいい、うんうん、なピアなバーバパパそれああそうのケースで、あ今日は美顔器珍しく美顔器あーあーそうちょっとこれは全然違うケースやねんけど今日使った今日使ったそう大事な撮影の時にだけ使ってるかめっちゃ早い撮影に使ってる、うんうんうん、メイクポーチ 3C よっめっちゃ入るあリップこんな感じできるわおであとは香水およっどこの使ってるのジミーチューこれイーダと一緒に買いに行ったえ知らん知らんえ買いに行ったやんか知らん一人で香水買おうって言って行ったやんあは覚えといてよえはいイヤホントイストーリーのケースえね聞いて一個なえ待ってほうほうって言って違ってんのエアポッツ、うん、1回右耳だけなくなったんですけど、うんうん、右耳だけ買って、うん、復活したお右片方だけ売ってるっていう売ってるんだよねそうすごいよな以上やけどじゃあリップは、まあ、一番使ってるのはボビーブラウンのクランベリーってやつですめっちゃ可愛い今もつけてますそうナチュラルだけど大人っぽい色つけてるもんないつもうん、うんうん、まあでも時によるえでもめっちゃなんかコーラルピンクみたいなのもつけてるお前はえかわいいそうこれは古川ゆかちゃんのああそうあれかいいなんかでももうねロフトで今販売始まったらしいんですけどいいもうめっちゃ売り切れてるらしいっていうかつけるの早っ、欲しいめっちゃ可愛い欲しい4色あって、うん、全部欲しかったえネットで買ったでもそうロフトにもめっちゃ可愛いこれめっちゃ可愛いそうこれっぽいこれは何やっけこれはバラタレット、っていう02番めっちゃ可愛い欲しいよっおすすめはいじゃあれちゃんはい私はたまたま通りがかって、うん、入ったニコアンドおおニコアンドをあの大好きな小松菜奈さんがモデルしてらっしゃって、うんうん、大好きなんですこれよく使ってるよな、うんうん、はい私もお店でゲットしたおしゃれや最近はこうウェットティッシュを入れるのに流行ってるってこと違うあのな、うん、必要なんだまあ大事やもんな確かに生活にティッシューおー偉い高いやつ高いやつ肌が荒れへんやつなマスクおお鏡ああいいねアンジービーいいねしっかりお茶お茶おお茶ジャスミンティーです財布うんおちょっと面白いかわいいずっとそれ使ってるよなえそうあの、うん、雑誌の付録やねあそうやな確かにでもミニかなんかやなそうなかわいいねハンドクリームおミューティアおおあそうや入ってたわ粉あ、お粉ねメイク直しかわいい蓋の取れたエアポットエアポット蓋壊れちゃって取れちゃったんそうほんまや外れてるそう外れたからでもかわいいから、うん、しかも多分日本で売ってないねんなあそうなの、うん、もらってんけどそれはもう使うしかないな、うん、ないから全然すげえ目薬香水ああこれもだから一緒に買いに行ったやんってこれはあんたアイアンと買いに行ったのはもう使い切ったえそうね早ない多分えそうこれ一緒に買ったってえちゃうねそうだから同じの使ってんねんずっとあそういうことこれ高校3年間使ってもうハゲちゃってんなパッケージがメイクそうなんかあの何色か分からへんねほんまに分からへんよでもほんまにつる似てるこんなことあるでもほんまにめっちゃいいんですよ、うん、めっちゃ良かった今日使ったら学校につけてまあまあつけすぎたら濃くなるけどうんクラナンスうんお使いやすいよな、うん、終わりあココナを最後にすぎたそうやなちょっと最初に爆笑しすぎたわココナが面白すぎたまあ、はい、こんな感じですかねじ
じゃあなんか質問見てもらってもいいですか。はい、ここがつまんなそうどういうこと。ここなんか他の人の紹介の時につまんなそうつまんなくないです。え、これどこ。ハテナみたいなとこ、下下下下、あそこ、なんか好きな選んでいい。